はい。あきらけです。えー、謝罪、謝罪です。大変申し訳ございませんでした。あの、昼間に、インスタ 3601R、まあ、あの、動画としては、ワイコン、あの、オズモポケットのワイコンの話題だったんですけど、それの中で、インスタ 3601R の画像を出したんですけど、すごいね、画質が悪かったんですよ。 で、まあ、その時に気づけよって、バ <laughs> レながらちょっとね、申し訳なかったんだけど、どうやらサムネイル用の画像を出しちゃってました。まあ、あの、指摘していた、海外の方が指摘してくれたんですけど、あの、ありがたいことに指摘していただいて、で、えー、これがね、あの、正規の画像で、えー、こっちがね、あの、私が間違えてサムネイルの方を採用しちゃってた画像です。で、なんでこんなことが起きちゃったかというとですね、あの、ファイルがね、 あの、これ、え、LRV で始まる、あの、インスタのファイル。これをね、使っちゃったんですよ。で、VID で始まるね、インスタのファイルっていうのもあったん、あったんだよね。<laughs> ところが、その、イン、インポートっていうかコピーした時に、間にあの、P で始まるパナソニックカメラのファイルが挟まってたおかげで、下の画像に気づかなかったんだよね。 これまあプレミアの編集画面なんだけど。なので、えー、間違えてしまいました。あの、大変申し訳ございませんでした。えー、それを踏まえて、で、えー まあ、以前のやつは消しました。消して、えー、ちゃんとした画像に入れ替えて、えー、また編集し直したのでご覧ください。まあ、それでもね、えー、やっぱり画質的にもうちょっと頑張ってほしいなという感じはします。えっ、ー、と、でも、そのサムネイルの頃よりももう全然いいので、えー、大変申し訳ございませんでした。あの、前の動画を見て、なんだよこれと思った人はもう一度これを見ていただけるとありがたいんですが、あ,あの、今後このようなことがないように、もうちょっと落ち着いて、 落ち着いて、えー、YouTube 動画を作っていこうと思います。また何かありましたら、どんどんね、指摘していただけるとありがたいです。私もね、こういう交流がしたくて、えー、動画やってますんで。ってことで、えー、この先は、あお昼にアップしたものとほぼ同じです。ご覧ください。はい。明らかです。えー、今日は、オズモポケットネタ、オズモポケットネットと言いつつも、まあ、またこうね、 アクションカムのネタもいっぱい出てきますけど。えー、相変わらず余談の多い動画です。えー、おっさんの余談の世界へうようこそって感じですけど。だからこういう話をする前よ。早く本題に行けっていう。えー、ワイコンを買ったんです。あの、オズモポケット用のワイコンを買ったっていうネタなんですけど、そこに、ね、なかなか行かないかもしれません。えー、もともと、えー、かなりね、オズモポケット気に入ってて、で、しかも、 あのー、画角もね、えー、別にワイコンいらないじゃんっていう感じでずっと使ってたんですっていうのもまあ回もこれ繰り返し言ってますけど、これまあビデオカメラの延長線上の,の商品なんで、まあビデオカメラとして使うのにね、そんなにワイドじゃなくてもいいなって。で、よくね、あのア,クあこアクションカムと比較して、こ比較するもんじゃないっていうね、話をよく, <laughs> よくしておきながら、 今日めっちゃ比較するんですけどあのー、まあジャンルが違うとあの o、ー、Pocket はビデオカメラの延長上の商品でアクションカムはもう新,新発明というかねだからアクションカムを使う時はアクションカムでなければ撮れないようなあ絵作りというかねそういうのを撮るべきだみたいな話をよくするんですけどでねでこれなんでワイコンを買ったかっていうとこれこれがでもねアクションカムきっかけだったんですよでこれ買ってね でまああの360度の方はもう満足してるんですよあのもともとがねギア360を使ってたんでそれに比べればはるかに高性能なんでええー、満足してるんですけど問題はこの4 k 四 k モジュールねこれがねあの多くの弾き方が指摘して,きていますけど今一つででええー、これまあブレ補正が結構効くっていう評判だったんですけど暗いところでブレ補正が効かない効かないわけじゃないんだけど えー、極端に画質が落ちてくるわけです。で、えー、その対策として、ここに、室内、室内、ピ、えードないな。こうね、えー、室内、えー、室内抵抗量手ブル補正っていうのはこうポチってやるとね、えー、できるわけですよ。これは何やってるかというと、感度を上げて、 え、シャッタースピードを速くして、まあ、テベル補正の機器を良くしようということをやってるんですけど、ちょっとこれイラッとするよね。こんなことをさ、カメラ側でやってくれよって。まあ、ユーザーがね、まあ、これをやると画質が落ちる画質っていうか、ノイズっぽくなる。感度があ、あ、感度を上げて撮るわけですからね。なんで、まあ、ユーザーの方にその選択権を、まあ、ちょっと持ってったっていうのは、まあ、わからないでもないんだけど、アクションカムって暗いとこ明るいとこってさ、頻繁に行き来するような撮影も多々あるわけでさ。 いちこれオンオフなんかやってられないわけで、レック中なんで,で。その辺の判断もさあ、もカメラ側にやってほしいわけですよ。だからこそのアクションカメラだと思うんだよね。明るいところも撮れる、暗いところも撮れる、行ったり来たりしても、そこそこの画質で撮ってくれるっていうのが売りなのに、こうかなりね、こうイラッとしてで。で、暗いところだとどうしてもね、まあ、こっちの方が圧倒的に画質いいわけですよ。まあそりゃそうですよね。まあ、メカニカルジンバルというかね、こう首動くわけですから。 で,でもこうアクションカム並みのワイドではないので、まあ、ちょっとこうこうアクションカムの料金にくみくい食い込むというか、まあ、アクションカムで取るべきところも、まあ、こっちで取れるんだったらそれに越したこともないのかなっていうね <laughs> あの人間成長しますねあんなにアクションカム的扱いをする,はするでないとオズモポケットに対して言って,て,お,き言っておきながらね、えー、こういう事態になってるんですけどだから言うだまらないって。えーとねそれで えー、まあちょっとワイドを試そうかなっていうんで、えーまあ、ちょうどあとたまたまねこのカセカセっていうのかなこのメーカーがあのでワイコンつけるのが嫌だっていうのはねガス落ちるんですよどうしてもねし特に周辺がガス落ちるんで嫌、えー、だなと思って、えー、使ってなかったんですけどで最近ね健康から出たワイコンがかなり評判よくてでそれにまあ匹敵する 匹敵匹敵がしないかかなりそれに近づいてる性能で安いっていうでこれプロ前はねプロってつかないやつだったんですけどプロ,プロバージョンみたいな、ね、ちょっとマイナーチェンジバージョンが評判がいいっていうんで、えー、買ってみました2500円しないですねで、えーまあ、商品箱に入ってトリセツはね、えー、このコンペラ1枚こで日本語はないですであとはクリーナーとケースと。 で、えー、いいのがね、この前、前は、あのー、オズモポケットって、どうしても電源入れた時に、こう、首を振る動作があるんで、この時に、このワイコンがね、引っかかる。ここの下にカチャンって引っかかって、エラーになってしまうっていう症状があったんです。で、ファームウェアをバージョンアップしてす、ね、す、え、べ、ー、てのワイコンじゃないんですけど、ほとん、えー ま、例えば健康とかあとこれも OK なんですけどこういうこういうちょっと何て言うかな一部の,あのワイコンに対してはえラーになりませんよってだから今までは電源を入れてから電源を入れてからこう装着する必要があったんですけどもうこれはつけたまま電源を入れても大丈夫ですよという商品です大丈夫ですよね えー、ただしですね、あのー、まあ、性能が良くなったとはいええー、周辺光量、周辺光量も含めて、えー、周辺部の画質の低下は明確にあります。明確にあります。で、だから、使わなくてもいいところでは、まあ、使うべきではないなというのは相変わらず思います。で、もともとね、あのー、オズモポケットは、バイコンなくても、まあ、若干周辺部甘いんだよね。うん。だから、 もともとのレンズ設計がそうなんで、それに対して、こういう、こう、アダプター的なワイコンっていうのは、まあ、そのレンズがいくつも組み合わさって、絵ができてくるわけですから、まあ、その辺がちょっと限界があるのかもしれないですね。周辺カリカリのワイコンっていうのは、なかなか作れないのかもしれない。まあ、まあ、大きさ、重さの制約がね、こんなにあるわけですからね。その中でも、まあ、ちょっと頑張ってる商品らしいんで、えー、買ってみました。まあ、実際、作例はこんな感じです。ご覧ください。 はい、えー、近所の公園に来ました。人はなぜ、テスト撮影に滑り台を取ってしまうのか。<laughs> なんででしょうね。あの、小木久保圭さんのことを言ってるんじゃないですよ。<laughs> また怒られそうだ。えっ、ー、とですね、えー、まあこんな感じで、これは、オズモポケットのワイコンつけてないノーマルの状態ですね。ここに、えー、ワイコンをつけると、おこんな、こんなが画角になります。 かなり広、広いですよね。まあ、もともとも結構広いんですけど、まあ、これでぐっと広くなって、ただし、やっぱりこう、周辺の画質は落ちてません、ね。若干像が流れてるというか。で、これが、インスタ 3601R で撮ったものです。これ、まあ、一番ワイドなんですけど。で、 えー、これは参考までに、あの、その時撮ってた、えー、まあ、手持ちで、しかもあの、露出オーバーなんですけど、あの、マイクロフォーサーズの1 4ミリレンズ、まあ、カメラ G8 なんですけど、撮るとこんな、こんな画角です。で、まあ、どうやって撮ってたかっていうと、あの、三脚に、こう、クランプつけて、えー、両方のカメラを乗っけてっていう感じで撮ってました。まあ、なるべくね、レンズの距離を近づけたらいいのかなと思って、まあ、こうやって、えー、テスト撮影をしてみたんですけど、 で、これが、ああ、オズモポケットで、えー、ワイコンをつけた状態で、えー、歩いてます。まあ、えー、何時だったかな ?9 時、9時 ?9 時半ぐらいだったかな ?10 時頃だったかなまあ、そんなもんなんで、まだ太陽の位置が低いんで、ちょっとね、逆光気味だったりとかしてね。まあ、だから、あの、テストとしては、まあ、良かったんじゃないかなと思います。まあ、こういう巡行の、 えずらがあったりとかして、えー、逆光があったりしてってねでこうなんかねあの筋筋が見えたりしてって <laughs> こういうのをどう撮るかだよねあの味と撮るか画質低下と撮るかまあね、まあ、演出に使うかどうかチラチラと右のところにねあの、まあ、ジンバルが首振る関係でイン、え、ス、ー、タ 3601R の筐体がまあ右にチラチラ映ってましたけど まあこんな感じですね。バイコンつけて、えー、こんな感じで撮れます。で、これが、インスタ 3601R なんですけど、これね、ブレ補正さることながら、画質が、えっても、こ並べ、並べるとさ、えって、で、ちなみにね、あのーえー、とね、フル HD の 30P です。で、えー、H265 ではなく、H264 で撮ってます。 で、もしかしたら、インスタは H265 で撮れというカメラなのかもしれないですね。ええー、まあ私、まあその後の処理が軽いのがいいなと思って H264 で撮ったんですけど、もちろんね、あの、オズモポケットは H264 なんですよ。でええー、で、こんな感じ。で、もちろんあの、室内、なんだっけ、えー、こう低減手ブレ補正なんかは、あの、オフのままです。ちょっとね、驚いたのがね、あと、あの、 インスタ 3601R ってさ、まあ、これ、並べるとこんな感じなんですけどね。これ、確実に同じところで撮ってます。っていうのもね、あの、音で同期したんで、えー、あの、えー、編集してるのはプレ、編集してるのはプレミアなんですけど、プレミアの音声で同期っていうので、あの、位置を合わせたんで、間違いなく、あの、同じところで撮ってるんですけど、ノイズがね、プープープップー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 プっプーみたいなね、ノイズが入るんですよ、インスタ360の方は。これ、これ、やっぱりね、 変えないよこれ内蔵マイクこんなんなんですよちょっと聞きます入ってますよねだから何んとかな画質とかっていう問題ではなくまあ何ていうか音がたくさんねザワザワしてるとことか音がいっぱい入力されるようなところで内蔵マイクはありなのかもしれないけど静かなところでさちょっとね今ねあの ヘッドホンでね、YouTube 動画聞いてる人とか多いんでね、ちょっと問題ですよね。で、まあ、参考までに、あのテーブル補正というのが一体どれくらいのものなのかっていうのを参考までに。えっ、ー、と、これは G8 に、マイクロフォーサーズのね、えー、G8 ってパナソニックのカメラあるんですけど、それに1 4ミリのレンズ。うなんで、えー、換算、換算2 8ミリ3 5ミリ換算2 8ミリで、えー、一応カメラにね、テーブル補正って レンズにデブレ補正ついてるのかなついてないのかなあの <laughs>、ボディにデブレ補正は、動画の時聞くんったかなまあいいや <laughs>、とにかく、そういうので撮ると、まあこのくらいブレてしまうと。でも、画質はさすがにマイクロフォーザーズだけあっていいですよね。えー、まあ、あの、まあ露出若干これも <laughs> オーバーだったんですけど。で、えー ちょっとワイコンの話に戻るんですけど、ワイコンをつけるっていうのは、あの広い範囲が映るっていうことだけじゃないんですよ。背景をコントロールする。あのつまり、えー、れ撮れる範囲、だから被写体、手前にある被写体を同じ大きさで撮っても、こう背景の映りが変わってくるんですね。で背景が広く映る、狭く映るっていうんで、こう演出効果が発揮されるって、まあ遠近。遠近感が強調されるまか、いろいろあるんですけど。 それで、まあ、あの、撮影の幅が広がるっていうのは大きいですよね。はい、以上、えぇ、ー、オズモポケットにカセのプロバージョン、プロバージョンのアイコンをつけて、えー、撮ってみましたというのを、インスタ 3601R の愚痴と共にお送りしました、きらかでした。